にゃんこ大戦争のレアガチャ、彫刻猫祭り、新限定キャラクター運命の子ほのが参戦らしいので、ガチャってきます。でね、属性を持つ敵に超ダメージを与えるからね、欲しい。あの生産コストもね、むっちゃ低いらしい。で、初回限定11回連続ガチャできるので当たってください。お願いします。こい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 。こたつくんは使わないのよね。あー、魔女初めてだけども絶対多分使わないと思う。わー、なんでこいつジョーみたいなやつ。明日のジョー、猫ボクサー。お、うん、超激レア来てくれたけど、なんかこの子じゃないんだよね。でも可愛いね、女の子で。星狙ってるのは運命の子フォノです。猫ザイル、ザイルって言ったらあの動きじゃないよね。こたつしか来ん。こたつが多い。もう終わりかな。あー、竹馬。あー、剪定さん。あー、もう来ないな。うん、もう残念でしたけど、1回分で出るかな。お願いします。来ないね。んだよね。福引きガチャもね、やってきましょうね。何が出るかな。なんか足長いのちゃん。ちっちゃいやつ。ちっちゃいの。なんかちっちゃくてかわいい。チビ軍団がいっぱい来てるんだけど。チビ軍団ばっかりじゃん。かわいいよね、こうやって浮いてるとき。さっき当てたこのみたまちゃんをね、使ってみたいので。なんかね、属性がない敵に強いらしい。この子意外と好きなんだよね、私。なんかね、好きな子強化したらさ、なんかね、女の子になっちゃうんだけど、ほとんど。にゃんこ大戦争って女の子になるんだね、進化させたら。さて、みたまちゃんがどんな感じかな。なかなかね、この超激レアのみたまちゃんも良さそうな感じなので。おう、あえて発射はしないでおこう。ちょっと攻撃を見たいからね。おー、強いねー、やっぱりー。あのね、この子も当たったのよ。かわいいよねー、なんか。エヴァンゲリオンのアスカみたいな感じでね。この子も女の子になったしね。この子も女の子になっちゃったのよね。おっぱいがね、むっちゃ。目立つようになりますね。どの子もね。女の子可愛いからいっぱい集めたいな、女の子キャラ。